い、どうもアンペアです。お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、というわけで今回はね、私の漫画部屋に来ていただきまして、はいはい、返してくれ出してくれ。別に出れない設定ではないです。今回ね、ちょっとね、お手伝いしていただきたいなと思って、はいはい、まあ、漫画部屋の紹介とかで、ね、過去に何回か撮ってはいるんですけど、実際に今何冊あるのかなっていうのを数えたくて。言っちゃう？それ。一応ね、6000冊って形で出してんだけど。交渉ね。そうそうそう。まあ嘘だなって僕は思ってたんですよ。いや、嘘ではないんだけど。どうせ嘘だろうと。実際この家建てて、全部本を詰めた時が、まあ大体6年ぐらい前なんだよね。建てる時に、あれなんだ、こう壁に塗り込めて。そんな死体の息みたいな話じゃないんだけど。その時が、あの小説とかも含むなんだけど、5600冊ぐらいなんだよね。おう、じゃあ6000じゃないじゃん。で、そっからもういっぱい買ったりとかもしてるから、うん、まあ大体6000冊かなって。まあ今回ちょっと小説は一旦覗いたとして、うん、漫画だけで実際6000あるのかなってのもちょっと調べたい。うん、嘘ついてないのかと。そうそうそう。今のご時世ね、うん、嘘とか大変ですから。炎上しますからね、これ。そうそうそう。6000超えてるぞってところをちょっと確認しておきたいなと。うん、なるほど、うん。お手伝いいただいてよろしいでしょうか。勝手にやってよ。なんで夜中にやんなきゃいけないの。一人でやるの大変だから手伝ってよ。一回やりますか。しょうがないな。はい、お願いします。はい、ワイルドハーフ17ロマンサーズ。でも浅見優子先生好きなんだよね。アイシールド21が38。どっち21が38。アイシールドが38、はい、ドラゴンクエスト大の大冒険が37。ダブルアーツ、これ大好きな作品だけど、これもやっぱ3巻で終わっちゃう。ダブルだから6でいい？ダメです。そういう足し算掛け算ないです。テニスの王子様が新旧合わせて81で、エンジェル伝説15。おもろいねんな。面白いよね。DNA25。 どっち？5。これ数字に弱えな。理数かなんで。逆一期生。うん、そうなんだけど。一応しスラムダンク。どんな漫画なんですか？それは知ってるだろう。お前が一番詳しいよ、スラムダンクは。ハンターハンター、38にしといて。ハンターズガイド。うん。M0、 これもね、面白いんですよ。魔法学校に間違って入っちゃうんだけど、魔法を使えない一般人が体力だけでなんとか乗り切るっていう。入るな、じゃあ。今のジャンプでやってるマッシュルに近い感じの。昭和商店が3。あ、だって漫才の昭和商店。あ、何のやつか。デスノート13。素晴らしいよね。素晴らしい、本当に漫画史に残る。で、ヒカルの子が23。あの子のルールが一個もわからないという。そう、おなじみので。嘘食いが、50で。嘘食いもう50か。すげえな。年じゃねえよ。狩谷さんの最新作カモネギ2巻。ポケモン。ポケモンじゃない。ワンナウツ20。ワンなのに20で合ってる。うん。ややこしいな。ライアーゲームが、いや、これローマ数字すぎてわからん。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21で。無敵の人が3。それ麻雀のやつですよ。そうそう、ゲーム上で超強い人がいて、麻雀で。それがね、不正してるんじゃないかっていうことでね、アルバイトの子が潜入していくんですけども。はいはい。その子はね、あの結局ね、そのね、 M はね、すごい天才的な記憶力の持ち主でね、全部のね、癖をね、あのゲーム上のやつ全部見て、癖を見抜いて、例えばこういう時にこうするからっていう全パターン頭に入ってるんですよ。へー、ちょっとね、面白い。貝谷さんさすがだなっていう感じの。貝谷さんが書いたっていうことね。面白くはないけどね、貝谷さん書いた。面白くないって言ってますよ、貝谷さん。漫画は面白くないの。お前が面白くない。面白くないって言ってますよ。お前が面白くないのは。テラフォーマーズが22。火星にゴキブリを送り込むでおなじみの。そう、早く続きが読みたいんだけど。面白いよね、でもね。面白いよね。火星でゴキブリが成長して、うん、しかも昆虫の能力で戦うっていうところ。そうそうそう、すっごい面白くてさ、金田一がちょっと足してって境。28、10、それで117。うん、何でもしまい、金田一は。あれね、金田一シリーズがすごいからね、今まで出てるからね。37歳の方と30周年のやつが2個同時に連載してるからね。最近一押しダンダダン。7。コンビニで君との5分間6。これは好きなんだけどね。クロスマネージが5。女子のラクロスの部活のマネージャーを男子高校生がやるっていう。元サッカーかなんかやってたんだよね。で、怪我しちゃって引退したんで、はあはあ、その時のノウハ
化して、うん、構築していくみたいな。なるほど。ミステリーという流れ、これも出したかな、出しました、ね、動画でね。リエゾン10ミヤゾン、ミヤゾンじゃない、あの子供持ってる人はぜひ読んだ方がいい、超おすすめです。サムライウサギ8、今ね、この人がまたジャンププラスでね、新しいの出しててね、ちょっと面白い。それ P27、 なかなか卓球漫画ってねヒットしないんだよね。あ、すごい好きだったんだけど。そうだね、卓球漫画って稲中ぐらいじゃない、ヒットしたの。卓球って卓球漫画かな、あれ卓球漫画じゃないな、バレーボールぐらいバレーボールだと思うんですけど、卓球見せるとこ面白いんだけど。で、2つのスピカ16、これ天体系は高いが好きだよ。変態系じゃなくてね、天体系ね。お気柄かけたやつじゃない、違うんですか、かもしんない。そうです、あと空のマニマニ、それもそうじゃない、そう、多分そう。10、その高い変態シリーズは僕が上げたやつ。そう、変態のやつは大体坂に関わってるから。青山豪商ゾーン行きますか。2つ持ってますよ。そう、こいつのせいで2冊買っちゃったんだよ。31巻か、31巻が、ね、2個ある。このあのおまけでついてきた表紙を、名探偵平次の表紙をかぶせてたら、あれ31巻もねえじゃんと思って買っちゃったなので名探偵コナンが102巻まで出てるんで、31巻のかぶり合わせ103。これカウントしていいの、カウントしていいの、ダブルカウントじゃねえの。だって2冊持ってる、まあ、カウントですね。まあ漫画何冊持ってるかって言われれば確かに。そう、4番サード1、1冊でさ、よくここまでまとめたなっていう。そうなんだよね。落語心中全10巻なんですけど、1巻が2冊あるんで11。おい、なんだそのずるいやつは。ずるではないと、響きが1。この2冊をね、昔サッカーに誕生日プレゼントでもらったんですよ。で、落語心中面白かったんで全巻セットで買った結果、1巻が2冊になる。ダブルっていう、ね、そうそうそう。だから響きも揃えたいんだけどね。響きめっちゃ面白いよ。お茶2号数が11。これも紹介しましたね。あ、そうだね、ドラマ化したからね、うん、キッチョメン 100G 先生そう、キッチョメンいいよね。キッチョメン 100G 先生全1巻とか。懐かしいなQED と QED イフで74で、 CMB45、 これさ同時連載したんだよね。あ、そうなんです。ミステリー漫画を、そのトリックによってどっちの主人公にやらせた方がこのトリックは生きるかなとかで書き分けてたみたい。父穴私じゃいけません4。あ、出た、渡辺圭介先生の。ご存知。はい、こちらアンペア島倉さんへのサインが全巻に、全巻に、全巻に、全巻に欲張ってね、全ペアを書いてもらったから欲張りやな。欲張っちゃいましたね。ありがとうございます。哲也、小室哲也の漫画あった、ラブ30、女の子が男に成りすまして男子テニス部に入ってっていう話ですね。サルザラフットボールと一緒ですね。まあそんな感じですね。女子ならではの苦労みたいなのを。マイキンが8、超将棋の上手い高校生プロみたいな人がサッカーをやる話。サッカーをやる、サッカーをやる話。そう、サッカー、将棋の戦略を持ってサッカーのキーパーをやる、指示を出す。確かにホイッスルの東北代表でいたね、そういうことね。さあ、足立みつるに行きますよ。いつもみそら5。これもっと続いてほしかった。これすごい好きなんだよね。ラフ12。ラフもね、いいんですよ。足立みつる、野球ばっかと思われがちだけど、これ水泳の話ですね。裸の夫人ね。裸の夫人のやつか。漢字で書くな。虹色唐辛子11。時代劇などと思わしといて、最後にちょっと大盤狂わせが。ナインが5。違うよ。ナインは5です。だからナイン5です。ナインは5じゃないよ。え、ナインは5だけど、9じゃないんだ、5だよ。これは第1だけどね、ナインの1。ややこしいブルーロック10。少女漫画ゾーンですね、この辺ね。なるほど。結構ね、少女漫画も面白いの多いんですよ。僕らはなかなかそういうとこね、手出しづらいけどね。ひめちゃんのリボン10、500円貸したら姉ちゃんからこれで帰ってきたという。ひめちゃんのリボン10、どういうこと。5巻ぐらいまでがね、500円の代わりに返ってきて、6巻から続きは俺が買うっていう。すごい錬金術。そう、自分はお金を出さずに姫路のリボン続きが読めて、500円も返さなくて済むっていう。ホットロード4、結構ね、名作として知られる、うんうんうん、往年の名作ですね。そうなんですね、知らなかった。あの、まあ、不良への憧れみたいなとこだよね。あ、すっとんきょうな兄弟すっとんきょうな兄弟が3。す
すごい、初めて聞く。タイトルよ、タイトル。はい、ということで活動終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。1時間半ぐらいかな、測りましたけども、無事サッカー1試合分ぐらい漫画を全部数え終わりまして、はい、引っ越してきた時の感じだと5600冊ぐらい、うんうん、そっから買い足してるから、そう、結構だ、6年経ってるから、うん、1000冊は買ってないとは思うんだけど、うん、2近いぐらい買ってるとは思うんだよね、6年だと、うんうん、なるほど。だから6500とかぐらいはあるんじゃないかなという予想ではあるんですけど、うん、結果発表。楽しみ。自分もさ、実際知らないからさ、下3桁言いますね。下3桁、なるほどね。261です。おー。はいはいはい。7はいかないもんな、さすがに。今日は、はい。4261です。やってんな、これ。4000? やってんな。お前やってんな。やったな。やったな。君、ちょっと、書の方で。やったぞ。え、マジで ?4000? 書の方で聞こうか、話を。うん、ちょっと。多分タイトル的にはね、280ってなってますね。僕が大きく打ち間違えたことはないと思うの。まあさすがに1000、2000の差はないだろうから、うん、多分じゃあ前回引っ越してきた6年前の時に、うん、自分で本を整理しながら携帯に打ってる時に間違えたんでしょうね。か、徐々に盗まれてるか、どっちかですね。どちらにせよ警察かな。呼ぼうか。とりあえず署の方で話聞くんで。いくつだ、いくつつだ。4261ですね。4000冊超えという、ちょっとな、もう前の回ってる動画でさ、うん、6000冊って言っちゃってるんですよね。いやでもそれは坂井が勝手にサムネにも入っちゃってるんですよね。入っちゃってるんですよね。そのね、あれじゃないですか、そういうのをちゃんと正すために今日調べてみたということなので、まあまあ簡単に言うと、はい、申し訳ございませんでした。でも4000冊あることはこれ確実になったもんね。まあ、確かに謝罪の格好じゃないですよね。そうですよね。謝罪しに来てないから別に今日。とりあえず4261冊でした、はいはい。もしね、誰か実は持ってるよっていう方いたら、支給返していただいて。そうですね。これからね、6000冊にしていけばいいんですから。そうだね。うん、はい、支給2000冊買い足しときますね。はい、同じやつとかいっぱい買っておきます。同じやつ。ご心中か、ご心中を2000冊ぐらい。いやでも結果ちょっとあれっていう腹すかしになっちゃいましたけども、まあよかったら、よかったらですけども、高評価とチャンネル登録とよろしくお願いしていいでしょうか。申し訳ございません。すいませんでした。ごきげんよう。そんな終わり方。笑